下木綿、下メンは、愛知県の地田半島で生産される綿織物。手ぬぐい地や、絞り地などに用いられる。下晒し、下晒しとも呼ばれる。愛知の伝統的工芸品及び、郷土伝統工芸品に指定されている。また、1979年12月7日に、下メンの防食収属が、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族。 文化財に選択されているほか、モメン生産用具及び木綿丼や関係資料が、県の有形民族文化財に指定されている。平安時代初期の延暦18年には、天竺人が三河国発軍に漂着して、麺の種子とその栽培方法を伝えた。これが日本における麺業の起こりであるとされる。欧英年間には、朝鮮や民から大量の麺布が輸入され、 木綿織りの技術などももたらされた。初めて、北半島に綿の種子を植えた人物は、三河武士の平野一万絵門であり、北軍大野村の綿屋、六衛の祖である。天正3年に三河国長篠城で行われた長篠の戦いでは、鉄砲が大量に使用されたが、鉄砲のひなわには木綿が使われたこともあり、16世紀後半には木綿の需要が増大した。 旧竹内虎王帝地下半島における木綿生産が初めて記録されたのは江戸時代初期の慶長年間であり、この頃に液伝性による江戸送りが開始されたとされる。地下半島では総理村が中心的な木綿産地だった。下郡岡田村の木綿海継ぎ問屋である竹内玄介商店の創業は慶長13年とされる。江戸時代初期には 生白木綿が生産されていた。元禄年間頃には木綿が一般に普及し、大規模な木綿問屋も生まれていった。天明年間には岡田村の中島七重門ンが生白、木綿にさらしの技術を導入した。この頃、下半島産の木綿が江戸に出荷される際には、必ず伊勢国白子を経由しており、伊勢さらし、または松坂さらしとして江戸に送られていた。 ところが、文化、文青年間には、下晒しが、伊勢晒しとは別個の産地として確立し、下晒しの江戸市場での流通量は、飛躍的に増加した。下晒しは、その白さや風合いの良さで評判であり、気を売れない娘は嫁に行けぬとまで言われた。下も面の生産量は、店舗元年には20万単、家営年間には45万単もあったとされている。最盛期には、 下木面の70%が岡田村で扱われたとされる。近代の愛知県は全国的に知られる綿織物産地であり、明治中期には岡田村の竹内虎王が動力食器を発明したが、竹内虎王の動力食器は豊田咲吉による自動食器に破れている。百八十九年には千田郡の生産工が中島郡を抜いて県内第一位となり、 やがて全国一の麺織物となっていった。昭和初期には、千田、松阪、泉州が日本の三大麺織物生産地と呼ばれた。太平洋戦争後には、アジア諸国に麺織物生産の場が移り、千田木麺は衰退していった。手織の里木麺像を着た愛知県千田市岡田町には、千田木麺の展示体験施設として、1995年7月7日に、 開館した手織りの里木綿造地田があり、地田木綿の手織り体験が可能である。2014年4月25日には木綿造地田として登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。